こんにちは、土の子です。さあ今回ね、スプラトゥーンサイドオーダーのもうメインコンテンツと言ってもいい飯田の開発日記、まだ僕ね読んでなくて、もう一気に読みたいなと思って、貯めておりました。飯田の開発日記、今回は読んでいきたいと思います。なんか縦型画面で、あの昔のガラケーのアイモードみたいな感じで始まるんだね。じゃあちょっと見ていきましょう。ファイナルフェスが終わりました。これ一番最初でいいのかな。あ、4年以上前、すごっ。結果私たち秩序派の負けでした。皆さんが頑張ってくれたのに残念です。でもでもフェスの最後に先輩が世界進出するって宣言して本当に嬉しかった。うきゃー、こんな気持ち、あの戦いを見た時と初めてハイカラスクエアに来た時以来です。私たちテンタクルズが世界進出ということは、これからとんでもなく忙しくなりそう。新曲もいっぱい作らなきゃ。姫先輩は本当にすごい。ほおずき姫、タコゾネスの舞台から脱走して途方に暮れていた私に希望をくれた人。2人でテンタクルズ結成して、それから今までずっとまるで夢の中にいるみたい。あー、なんだか泣けてきた。ぐすん、ブワーブワーっていう感じか、飯田ちゃん。うー、取り乱してしまいました。私にはもう一つやらなきゃいけないことがあります。世界進出と同じくらい大切なこと、プロジェクトネリバース。8号さんたちネル社の被害者を助けるプロジェクトです。こっちも頑張ります。さあこれが1個目で、さあ2個目。2年前、あ、2年経ってる。ワールドツアーの準備が進んでいます。予想通り忙しい日々。いつもマイペースな先輩ですが、音楽となると本気モード。私も本気なので時々意見がぶつかって喧嘩になっちゃいます。悲しいですけど、いい曲作るため妥協するわけにはいきません。そうそう、先輩がワールドツアーに8号さんを連れていくって連絡していました。8号さんも乗り気だそうです。きっと猫の手も借りたい忙しさになるのですごく助かります。8号さんなら信頼できますしね。私も気合い入れて曲作りするぞ。おお、プロジェクトネリバースの続報、仮想世界ネリバースのプロトタイプが完成しました。といってもまんまハイカラスクエアのコピーなんですけどね。記憶の一時保管場所にする予定。そして本題、ネル社のシステムから情報収集、こっちは苦戦しています。ムーン、ネル社のシステムからネリバースのプロトタイプ、へえ、なんかちょっと難しい話も並行して起こってるって感じなのかな。1年前、ワールドツアーのスケジュールも決まり、先輩は絶好調。最近さらに凄みが増していると感じます。素敵です。今日はたまのお休みでハイカラスクエアをお散歩しました。私と同じタコさんたち増えましたね。タコが地上に出るムーブメントが進んでいるそうです。そう、スプラ2からだもんね、タコが出るようになったの。8号さんや私が地上に出たことも影響しているのかな。だったら嬉しいです。もちろん地下に残るタコさんも多いみたいですけど、タコさんといえばついにネル社のシステムに侵入できました。早速ネル社に利用されていたタコゾネスやタコルトゥルーパーさんたちのことを調べました。ネル社はずっと昔から深海メトロを運営していて、消毒という方法で皆さんを操っていたそうです。私のいた養成所や前の職場のみんなも消毒されているかもしれません。なんとかしたいです。してみます。そのためのプロジェクトネリバースですから。なるほど、タコゾネスやタコトゥルーパーは消毒という形で皆さん操ってた。だからもともとはそんなに悪いやつらじゃないっていうことだよね。飯田みたいな感じなんだよね、みんなきっと。11ヶ月前、ネル社のシステムを操ってタルタル総帥の極秘ファイルを見つけました。消毒の仕組みが分かったのでメモしておく。消毒は対象者の思いや記憶を抽出して練りメモリーとして保存する。消毒後の対象者の魂は空っぽというか骨組みだけの状態になる。へえ、骨組みの部分にダミーの情報を与えれば対象者を制御できる。ダミーシステムみたいな感じで動いてたってこと？ある程度は推測していましたが、恐ろしい仕組みです。8号さんが記憶を失ってるのも消毒の影響でしょうか。でもこれで希望が見えました。消毒された魂に練りメモリーを返してあげれば元に戻る可能性が高いです。可能性があります。燃えてきましたよ、プロジェクトネリバース本格起動です。前に当たり目さんが言っていた魂がどうのってお話、真実を言い当てていたのですね。鋭いおじいさんです。テンタクルズも順調です。ワールドツアー用の曲も全部できて練習もバッチリ。先輩は暇さえあれば反復横跳びしています。あとは本番を待つだけですね。ドキドキ。なるほど、魂の抜け殻みたいになっちゃってたとこってことですかね。消毒されてダメです。どの練りメモリーが誰のものだか全然わかんないです。後ろすごくない？よく見たら。後ろなんか、あ、
なんかあったね、この少女漫画みたいな落書き。そしてなんか数式が書いてあるけど、右にハチさんや当たり目さんにいただいた練りメモリーから始めて、練る社の倉庫っていうか廃棄所で見つけた大量の練りメモリーまで解析したのですが、どれが誰のやらさっぱりでした。そもそも出所不明だったり、一つの練りメモリーに複数のタコが混ざっている可能性すらあったり、どうしようこれ、なんであの左詰めから真ん中詰めになってんのこれ、急に。なんか意味あんのかな。どうしようこれ、これじゃあ練りメモリーを返そうにも返せません。ちゃんと管理しといてよ、タルタル総帥。うーん、このままじゃダメですよね。アプローチを変えます。テンタクルズのワールドツアーが近づいてきました。ハチさんが準備を取り仕切ってくれています。感謝です。そうです、ハチさんです。前からずっとハチゴーさんって呼び方でよそよそしいなって思ってまして、先日思い切ってハチさんと声をかけてところ、ハチさんは笑顔で答えてくださいました。やったーめちゃめちゃ仲良くなっていってるね。ワールドツアーだもんね。練りメモリーの元の魂、9ヶ月前か。元の魂がわからないから、練りメモリーに魂を見つけてもらえば、思いや記憶が自らあるべき形に戻ればいい。まさに逆転の発想。つまり練りメモリーに練り込まれた思いや記憶をさらに全部ごちゃ混ぜにして、骨組みの魂に与えることで自身で取捨選択をしてもらう。現実世界では難しいですが、練りメモリーをデータ化して仮想世界に送ってやれば、光が見えてきました。プロジェクト練りバース再始動です。前に作った仮想世界練りバースがここに来て役に立つとは。プロトタイプのまま放置しちゃってたけど、ちゃんと動きますかね。だからあれだよね、練りメモリーがない状態で今回のやつも始まってたってことだよね。なんか魂が抜けてたんだもんね、みんなね。ネリバース開発メモ。ネル社のメインフレームを借りることで演算能力を確保。仮想世界ネリバースのプロトタイプをベースに、ネリメモリーのデータを集積して世界を構築する。ネル社の社内ならどこからでも社内ネットワークを通してアクセス可能。社外からのアクセスにはナマコフォンを経由。被験者は自分の魂のインスタントコピーであるパレットに全体記憶のインデックスとなるカラーチップをセットして、自身に適合する記憶とのコネクションを確立。なるほど、あの秩序と登ってる感じでも、ハチの最初から最後はもう全然変わってるっていうことで、本当に変わるもんね。だってね、強くなったり、記憶の定義には定着には困難を乗り越えた経験が必要。課題を繰り返し与えて定着させていく。記憶が十分に定着したら仕上げの処理を行う。ここまでの理論は検証済み。これら一連を塔を登っていく形にするのが良いか。塔の各フロアイコール課題、塔の最上階に到達するイコール仕上げ完了。なるほどなるほど、それでパレットごとにっていう感じか。被験者が塔の最上階に到達すれば実験成功。被験者の魂は元の思いと記憶で構成された完全体に復元される。運営は特別な権限を与えた専用のアバターが行う。それぞれネリバースのシステム管理、被験者の先導、治安維持の3つの役割を担う。これもしかして小ダコがその役割をしてたってことでいいのかな。ネリバースの構想がまとまり、本格的に開発が始まりました。そろそろ運営のことも考えないと。システム管理は私がやるとして、被験者の先導はやっぱり先輩ですね。イメージが固まってきましたよ。塔のてっぺんには私がいて、先輩が私を目指して登ってくる。あれ、これ私お姫様みたい。テンション上がる。登りがいがある塔も作ります、姫先輩。タコゾネス養成所でチューターをしていた時に訓練ステージを作っていた経験が生きてきますよ。被験者の皆さんにも楽しんでほしいですからね。あとはネリバースの治安維持ですが、当たり目さんが紹介してくださった方にお願いできそうです。当たり目さんが紹介してくださった方、ほう、それが小ダコなのかな、どうなんだろう。ハチさんには最初の被験者になっていただきたいです。テンタクルズのワールドツアーもあと2ヶ月に迫ってきました。音楽も開発も頑張るぞ。もう姫ドローンは一応作って、その案内は姫ドローンでって感じだったんだね。ワールドツアーが開幕しました。大変だけど楽しい。テンタクルズやってよかった。わーすごい、いいね。めちゃめちゃツアーに参加してる。みんな3ヶ月前、ギニャー何ギニャー、ツアー中に開発するの厳しい。今真夜中なので声を出さずに叫んでみました。ふとアイデアが浮かんで、すぐに試したくてノート PC を開いたらいつの間にかこんな時間に。これ後ろはその時の背景って感じかな、写真かな。
インスタみたいな感じ。これダメです、ダメです、寝不足でスタッフさんたちや先輩にご迷惑かけるわけにはいきません。ツアー前半が終われば中休みなんで、そこで一気に仕上げます、やります、私はやれるタコなんです。それまでプロジェクトネイバースは一時中断ですね。やっぱり一人で開発するのは無理があるかも。そうです、エンジニアコミュニティの皆さんにヘルプをお願いしましょう。もうだから3ヶ月前の話なんだね、エンジニアにあの協力を得たのは。外が明るくなってきました、少しでも寝ておかないと。おやすみなさい。もうエナジードリンクっぽい2つの缶がありますね。でできた、1ヶ月前だ。プロジェクトネリバース改めときめき秩序世界の大冒険カンパケです。テンタクルズのワールドツアーは中休みなので開発集中できました。時間ができると欲が出てなんかいろいろやりすぎてしまった。でもこれでネル社の被害者の皆さんやハチさんの記憶を取り戻せるはず。早速先輩たちに相談です。あと忘れないようにメモ。ナマコフォンをアクセス端末にするためにいろいろいじってたらセキュリティホールを見つけた。悪用すればナマコフォンを持ってる人を無理やりネリバースに接続できそう。開発で会社に連絡することに。そして昨日か、もう明日はいよいよときめき秩序世界の大冒険の起動実験です。最初の被験者はハチさん。テストは万全とはいえ未知のリスクもあるというのに快く引き受けてくださいました。とっても感謝です。ハチさんの腕なら塔の効力は楽勝でしょうね。ハチさんの記憶戻るといいな。いえ、きっと戻ります。そして先輩も来てくれました。よくわかんねえけど楽しそうだから行くということで2人でハチさんを見守ります。おっと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 ハチさんはじめネル社の被害者の皆さんを嬉しく楽しく元に戻せるといいな。今夜はドキドキして眠れないかも。ネル社の被害者を元に戻すのがそのネリバース世界の大冒険の起動実験だってことだよね。さあこっからちょっとうじゅうじゅうになってるとこ。フロム水田、水田からってことだよね。へい、いいだ、昔の写真を見つけたから送るよ。あの頃の君は真面目で優秀だったね。どれどれ、ちょっと奥よく見えないけど学生時代の頃って感じ。僕は学校サボってばかりだったからよく教官に呼び出されてたな。タコらしく勤勉であれって耳にタコができたよ。あの教官元気かな。何のために送ってんのこれどうした。あ、昔の写真見つけたから送ってきてくれただけか。昔のだから飯田だよね。フロム水田、めちゃめちゃ水田から送られてきたんじゃん。へい、飯田、なんかサインなのを見えるね。2人で写ってた写真はこれだけだ。君はこの後なんかいい水田って女の子っぽいね。なんとなく右側が水田でしょ。だって君はこの後将軍の部隊に抜擢されたんだっけ。僕はずっと後方で警備担当だったよ。まあ前線は面倒だし楽できてよかったな。あの時借りたレコード多分まだ返してないけど君にも貸したままなのがあるし、お互い様ってことで。当時は君みたいなエリートが不良の僕と関わって大丈夫かって思ってたな。でも君もやばい音源持ってたよね。あれにはビビったよ。ラストですね。フロム水田、へい、飯田、君がいなくなってこっちはちょっとした騒ぎになったんだよ。結局僕には音楽しかすることなくてさ。真相の基地にあったクラブ覚えてるか。あそこなら兵長にも見つからないからずっとそこで DJ してたってわけ。それからどんどんハマっていってね、もう音楽のことしか考えられなくなってその時の記憶がないんだ。でも秩序の世界に引き込まれたおかげで君にも再会できたし、まあ結果オーライかな。僕も今は地上に出て懲りずに適当に音楽やってるから、君の気が向いたらまた一緒にやろうな。 PS テンタクルズ応援してるよ。姫が好きそうなレコード見つけたから今度送るね。ハチにもよろしく。へえ、水田からこうやって送られてきてたんだ。これでこの後ってことか。この後に飯田が捕まっちゃったってことですよ。これ一番最初の塔の、前日って感じだよねきっとね。なるほど、なんとなく開発に行きゃ分かる人。おお、びっくりした、ステッカーゲットしました。開発でステッカー、おお、いいですね。いっぱいステッカーもらっちゃいました。この背景のやつかな。そうだねきっとね、背景のステッカーをいっぱいゲットできました。うんうん、いいね、ワールドツアーもわあ、お空も、はいはい、水田の、おお、いいじゃん。普通に可愛いね。ちょっとあの水田がちょっと思いのほか可愛くてびっくりしたんだけど、助
ケルトンズ図鑑も見ますか。群れるラングエンド、行進するアンダンテ、制圧するグラーベ、なんかいっぱいもらった。アラマンボウ、チャチャマンボウ、アルペシオ、スピッカート、伸縮する、噴出するトリオンファーレ、そびえ立つノビルメンテ、コラパルテ、反射するマキチラス、カプリチョーソ、スケルトンのポータル、増速するイカイイノカノン、蓄水炎天性回線ロンド、ゴロゴロマルチャーレ、グルーサイドオーダーのグルーボを宿したもの、まとめ早めに倒せまとめ的で練習、近づくべからず。本当だね、全部はちょっと読まないでいきましょうか。まとめ根元を濡れ、塗られる前に倒せ。本当だよねこれ。まとめ頭を使えカプセルを打て、打ったらねすごい簡単倒せますからね。こいつ倒して大ジャンプだ、倒してからが本番ね。あのコマを打ってね、あと15体倒すと開きます。まだ倒してないんだこれ。当たる前に打て、頭を狙え、1体ずつ倒すんだ。戦い方を選べ、サーチライトに見つかるな。オーダーを止めよう、イーダエジタント。まとめ秩序の世界も塗りたくうるテンタクル強敵だったけどなんとか打ち勝ったね。さすがハチと姫だ、めでたしめでたし。ちっちゃいようだ、可愛かったですね。あの子どこ行っちゃったんでしょう。あいつももう悪さできねえだろう。私とハチ、飯田、水田でまたとっちめてやんぞ。これだけまだあの倒せてなかった。よし、こんなもんですかね。じゃああと残った真珠はこっちに使いましょう。もうやることがカラーパレットを抜けてるのちょっと取りたいのと、8のパレットの、4つ以内クリアなんだよね。じゃあちょっと、真珠がどのぐらい足りないのかちょっと簡単なやつからどんどん取っていきましょう。一応1800あるからね。あと何真珠足りないのか全部ねゲットしましょう。標本図鑑いいですね。トビエメンテ、まずこれもう多分追加されないと思うから、よし、ここはまず全部ゲットできた。ステッカーも全部ゲットしちゃいましょう。どんぐらいかかるんだこれ。あと何個足りないのか。さあ僕ね、真珠あともうちょっと多分貯めれるけど、その8のパレットが難しそうだからな、怖いよな。4つだったらやっぱコンティニュー買った方がいいかな。後半で前回やられたからね。壁紙、はい、プレート、あープレートいけない、もうプレートいけないわ。ここまでだ、まだここ400、700、1000、1800 あと1800必要だよ。これなかなか大変ですね。タコさんは特別なハッキング、ハイリスクハイリターンを覚えていますか。ハイリスクハイリターンを勇敢にした上で他のハッキングの効果を可能な限り小さく設定してください等をクリアすればより多くの真珠が得られ、クリアできなかったら真珠は得られない。あなたほどの腕利きなら試しても良いでしょう。なんてハイリスクハイリターンでハッキングを少なくしたらあの真珠が多い、でもやられたら真珠もらえないって僕にとってはもう最悪なんだけどそれ。はい、ということでじゃあ次回はハッキングモリモリでモリモリ状態やって、ドローンの行動スロットは全部なしにしつつどうしようかな。8のパレットのやつはそういや回スキップもできますって言ってたね。行動スロットはいいにして、カラーパレットがまだないんだよな。この抜けてるやつだけやりましょうか。この光ってはない、3つっていうのはあここ出てるね。あここがもうすぐできそうだけど、これ全部でなんかシールがもらえるらしい、パレットのこれ3つ全部やんの相当きついよな。ここまあとりあえず傘と、あまずあれかバレルか、バレルでちょっと、次
挑戦してカラーパレットを集める感じでいきましょうか。はい、ということでまだまだもうちょっとだけ続くのじゃということで、まずは真珠集めと、カラーパレット集めやっていきたいと思います。さあそれじゃちょっとロビーに行ってよいしょもらったやつをちょっとまとめますか。まとめてガチャ1回だけ引くか。虹バッジはもらえませんでしたよ。まだやっぱりあれをハッキング少なくゲットしなきゃいけないということで、おお、めちゃめちゃもらった一気にめちゃめちゃもらいました。夢エビの露天でゲット、プレートゲット、すべてのパレットで秩序の塔をクリア、このバッジがもらいましたね。追憶の調停者、おーおー、いっぱいもらいましたよ。プレートもゲット、プレートゲット、スケルトン図鑑ゲット、ラングエンド、アンダーテ、もうこれさっき見たやつやな。もう耳がとんでもないことになっとる。全部全部やって、はい、やりました。ということでちょっとガチャ回して終わりますか今日はね。はい、ポン、ロカビリー生みの親、いいですねなんかタっていうバッチもらいましたタっていうバッチもらった。はい、ということでじゃあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。まだまだもうちょっとだけねサイドオーダーやっていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。